徳丸です。子供の、保育園の課外事業としての作家教室、はい、引っ越してまたね、統治官ないところでどうやって選ぶかと、スクールをね、はい、本人が楽しくできるのは基本だけど、みんなと一緒に勝つ喜びや負ける悔しさなど、人間的な成長が体験できる環境が親としては希望です、はい、そのようなスクールの見抜き方、うんうん、ないっすね、これね。ちょっと難しいですね。だって、勝つ喜びや負ける悔しさなら人間的な成長が体験できる環境は、コーチ多分そこまで考えてないもん、誰も。そこまではそうですね。絶対考えてないよ。考えてないと思います。ここまで幼稚園とか保育園児に考えてる人まだいないんですよね。うん、そうですね。だから、結果的に客観的に見てそういう風になってるっぽいなっていうところは選ぶのはいいと思うんだけど。ああ、はい。だからこれ結局はコーチたちは考えてないんだけど、結果的にまあサッカーっていうものの特性でそうなってたらラッキーだよね。うん、そうですね。まあ簡単に言うと、一緒にコーチがサッカー本気で楽しんでるとこ、はい、俺らみたいにただ遊んでるだけの人とかいいですよ。まあ確かに感動はありますよね。いや間違いないよね、はい、あの大人がマジかどうかですよ。そうですね、子供に対してやっぱね、手抜きをする大人はダメですね。はいはい、イークリスミーってやつダメですね、これね。誰の声なの。ちょっと声色変わっちゃう感じのね、はい、いるじゃないですか。うん、ナイスナイスみたいな感じで、ちょっと軽く声がワントーン上がっちゃう感じ。ガキ扱いしてんじゃねえよみたいな、はい、うまいなっていうぐらいの、ちゃんと、あ、いいねって言って、ちっちゃい人として扱う、まあ、要するに、まあ、だから、ガキ扱いしないところですよ、子供。そうですね。まあ、しゃあねえな、泣いとけ、バーカってぐらいの、ね、スタンスぐらいの方が、よっぽど俺は信用するね。うん。あ、泣いてんか、また、しょうがねえな、はいって感じ。よくありますね。ありがちですよね。はい、ああ、ああ、っていう。だから、どっちかっていうと、子供たちをこう上手に泳がせられる感じ。うん、だから子供たちをキャッキャ言ってる感じ見たら分かるでしょ。そうですね。ね、表情が曇ってない。俺何したらいいの、ポツンじゃなくて、下手したらもういきなりもうどっか行って遊んでるぐらいの子がいるぐらいの方が俺はちょうどいいと思う。ああ、いいと思います。ね。まあ、完全にまあドッグランですからね、その辺はね。ドッグラン。いや、ドッグランじゃないの。言い方がちょっと言い方が、まだまだね、どっちかでまだ動物なんで、あのね、あの小学校のね、低学年までは俺はまだやっぱ動物に近いなと思って。まあまあ、それ本能的に動きますから、まだ。そうです。だからそこで、いきなりこうね、あの、一緒に勝つ喜び、負ける悔しさ、人間的な成長、難しいかな。ちょっと難しいです、ね。ドッグランでそれ求めたことある？だって。いや、ないです。ないでしょ？はい。とにかくキャッキャまずストレス解消というか、楽しいなって思わせられる部分を、自然と入れてくれる感じ、うん、それはおのずとそういった求めてる、まあ、言葉にさそうなっちゃうんでしょうね。ありがとうございますもうね、一生懸命書いてくれたんだこれ、はい、だからすいません、冷やかしてるわけじゃないんですよ、ただ真面目に答えてるんですよこれで。真面目に答えて、いや真面目に答えてるんですよ、はい、でも本当この業界でこんなね、ちゃんとね、格式ね、ぶった部分というか、こう、ね、格式バッタってところですかね。ちゃんと一つ一つをそこまで丁寧に考えて言ってるのは、どっちかっていうと、どういうところかっていうと、挨拶をさせますとかね。お茶当番はありませんとかね。はい。なんかこう、お前どこの回し者なんだよっていうね。はい。ね、しつけをしますみたいなね、うん、あのお父さんお母さんの仕事お前ができんのかって、お前まずそもそもしつけなってねえだろってやつが言いますからね、これね。そういうやつほどねえ、はい、すぐバックれる、うん、この教会。そうですね、ねえ、すぐぶん投げる、はい、そんなやつらが教育喋んなってやつですよね、うん、あのたかだか1週間ね、 C 級ライセンスとかねやったとかね、 B 級のね半年くらいやったとかで、ね、教育とか語るやつは嘘ですよ。うん、うん、俺はね思ってるのはもうサッカーの世界でただずっといるだけの人が教育とか行った瞬間に、あ、この人嘘つきと思う、はい、ダメですね、うん、あの教育はちゃんとね、それこそ教職のね、ああいう教職課程だとか、あのがっつり大学で、あの教職課程とんでもないんだよ。そうなんですか。もうね、大丈夫っていう修行だなってぐらいの授業だよ。あのそういう人たちを見てから言ってください。教職課程みたいに言えないよマジで。そうですね、あのこんなぬるぬるで感じでさっきウェーってやってる人が教育課たちダメなんだって。その通りだと思います。でしょ、ダメだって。あのいい加減なやつ多いんだから、はいね、自分がまず教育しろ、しつけされろってやつが多いんだから、うん、そう多いと多いよね、はい、だから気をつけてください、はい、あの教育って言ってるやつはまず教育なってないです、うん、なってないです。
自分で言わないですからね。そうだよ。俺、教育なんて言葉一回も使ったことないでしょ。そうですね。ねえ。はい、俺、教育なんてできる立場と思ってないですよ。そうですね。え、俺、ただ一緒にサッカー楽しくやろうぜって、そのための方法論とヒントを与えて、それをもっとこうしたら楽しくなるよっていう部分を言ってるだけの人ですからね。うん、あ、だからコーチじゃねえって言うの、俺は。うんうん、ねえ。そうですね。だから、コーチでもないし、教育者でもないし、矢田部です。はい。これはもうね、何度も言ってます。矢田部です。徳丸です。徳丸です。で、一緒に遊びましょうっていうところです、はい。その中で何か得る分には得ていいと思いますよ。うん、ね、なんかこの間も言われて、ね、なんか面白い大人に触れさせたいっていうね、モチベーションのね、方もね、いらっしゃるから実際ね。そうですね。面白い大人だったんだみたいな。まあ、こんな大人なかなかいないですか。あ、いないみたいですね。こんな好き勝手やって、好き勝手言ってね。そうですね。ね、はい。まあ、なかなかね、触れられないですよね。はい。しかも毎週のように触れ合うっていうね、それがね。まあまあ、遊びましょう。はい、遊びましょう。ね。っていう人を見つけられたらラッキーですね。そうですね。だから、まあ、スクールの名前っていうより、そういうちゃんと、なんだろう、人としていいなって思える人にお子さん預けられる方がベストと思います。はい。はい。そういった部分、ね、子供の顔色も見た上で、ぜひね、預ける場所がね、見つかるといいですね。そうですね。はい。ということで、チャンネル登録、お願いします。